ーニャのお船だってヤバいやつ100人くらい乗ってたしそいつらは外国からやってきたやつもいたらしい。例えばそう、鎖釜のバーナビー、大道芸人。他には、サーカスか、悪者ちっちっち、ニュースにはなってない。なぜなら奴らは、胴体は海の底からやってきたタコ星人。それでレイチェルとは何喋ったの？俺にも紹介しろよ。いやすごいですね。見てて飽きねえやつだな。象使いのタコ星人ってなんだよ。おお、そりゃすごいな。